っかり現場を守っていた。何一つ、やっぱりここだよな、突きつけるとしたら。パッドがローラに送ったもの、被害者を目の前にしたショックでその場に落としてしまった。やっぱこれじゃない。あ、ちょっと見てみるか、花。大英帝国のバラ、やはり美しいのですね。アラハドラ様、お花には興味がないのでございますか。3つ、梅と桃と桜。これは放送紙。古新聞ね。英字新聞っておしゃれだよね。石焼き芋も英国の新聞に包めば西洋菓子のように見えないかと。焼き芋うまいよな。私最近めっちゃハマってるわ。え、これでいいのかな。え、花束ちょっと突きつけてみます。あんま自信ないけど。おお、来た。あなたが現場を見張っている時、何一つ異常はなかった。そんなはずはないのです。ただいまの証言でローラさんおっしゃいました。交番の巡査を呼びに行って現場の歩道に戻ってくると、あなたも落としたはずの場所に被害者の姿はなかった。実際に被害者が倒れていたのはブライアーロードの反対側だった。このようなちっぽけな、そもそも束ですらない花束など、文字通り風にでも煽られて馬車通りを横切り飛ばされたのだろう。ちっぽけ。ちょ、かわいそうなこと言わないで。もしそうだったのならば、なぜパットさんはそれを証言しなかったのでしょうか。現場に近づいたものはなく、何一つなくなったものもない。パット様は巡査としての誇りを持ってそう断言しております。でもその花束、私のものだし事件には関係ないから。だからパットはわざわざ言わなかっただけよ。花束だけはありません。この事件では何とも奇妙な逆転が起こっているのです。ローラさんの花束とガリデブさんの家にあった本です。ガリネムさんの部屋から飛び出した獅子王物語は、本来ならば跳ね上げ窓に当たって西側の歩道に落ちるはずです。しかし実際はそうなんだよな、ブライアーロードの反対側、被害者の手の中から発見されました。そして一方、ローラさんの花束は本来ならば事件の現場である東側の歩道に落ちていなければなりません。でも実際はブライアーロードの反対側、ガリデブさんの家の前に落ちていました。こんなことは絶対に起こりえないはずなのです。誰かが手に取って移動させない限りは。何よそれ、どういうことですの。まるでパッドを悪者みたいに。ガリデブさんの奥さん復活したみたいだな。さっき倒れちゃったもんね。たとえどんなに些細なものであっても、現場のものを勝手に動かすのは犯罪なのです。偽装でございます。そしてその偽装した人物は名乗り出ようとしません。そこに隠さなければならない理由があるからです。偽装だと聞いた風なこと、そのような無意味な小細工、一体誰がやったというのだ。あの夜、事件現場に偽装工作をした人物、すべての証言と証拠がある人物を示している。あ、パットさんだよな。ね、嫁さんが交番に助けを求めに行っている間、一人だったわけだからな。お前だろ、お前だ。ロンドン警察の巡査。バカ言わないでよ、どうしてパットなの。パッドは正義の味方なのよ。ロンドンの平和を守るおまわりさんよ。ローラさん、あなたはパッドさんに頼まれて交番へ行くために現場を離れましたね。現場の偽装が可能だったのはその15分しかありえないのです。
でもそれならばパットさんがそれを目撃、そう証言しないとおかしいもんな。それに恐れながらローラ様が花束を落としたのは被告人が現場から逃走した後のことでございます。異議あり。下宿の大家夫婦の次はロンドン警察の巡査を告発か。その告発には重要なものが一つ欠けている。ここは偽装工作だという。しかしそれはそもそもその事件において何かを隠す必要があるものがやることだ。そうよ、私たちはたまたま事件を見ちゃっただけよ。それなのに一体何を隠す必要があるってのよ。その目的か、偽装をした。なんとなく分かってきたぞ。パット巡査はあの事件で現場を偽装する必要があった。それこそがこの事件で最も重要な鍵なんだ。あれだろ、やっぱ嫁さんとの結婚記念日だろ。はいはいはい。パット巡査が偽装工作によって隠そうとしたもの、それは花束が落ちた場所、被害者が刺された場所、本が落ちた場所、やっぱこれかな。関わりがあるとすれば、あの花束が落ちた場所、パットさんはどうしてもそれを隠す必要があったのです。お？え、嘘！あ！あ、間違えた！ぐー！あ、遺体？え、ちょっと待って。遺体じゃないか。まだ死んでないからな。あ！ちょっと待って。被害者が刺された場所か。これが関わってくるってことだろう。これが。事件の際は現場となったビートが担当ビートとして捜査を担当すべし。これだろ？多分あれでしょ、ビートくんの担当区域で、こう、被害者の遺体じゃなくて、なんだっけ、被害者が刺された場所？被害者が刺されたとしたら、仕事しなきゃいけなくなるじゃん。で、結婚記念日が遅れなくなるじゃん。食事の予定があるって言ってたけど。それは避けたかったんじゃないのかな。これこれかな。お、刺された場所って何言ってるのよ。そんなの最初から分かってることよ。ブライアンロードの歩道でしょ。私たち見ていたんだから。そう、ここよ。みんな知ってるわ。確かにみんなそう思っていました。しかし被害者が刺されたのはその場所ではなかったのです。一体この神社はどこへ行こうとしているのか。はい、事件が起こった本当の場所、やっぱりここだよな。こっち側。そう、反対側。あの夜ガリデブ氏の部屋の窓から飛び出した本はそのまま下に落ちたのです。ローラさんが現場に落とした花束は移動なんてしなかった。移動したのは事件現場の方だったのです。異議あり。彦はこれまでの証言を聞いていなかったと見える。まあそうだよな。もう全部ひっくり返るわけだから。そうよ、私たちは確かに見たはずよ。夕刻の5時、すでに日は落ちてロンドン名物の霧が辺りを覆っていた。あなたたちが事件を目撃して最初に駆けつけたのは実はブライアーロードの西側の歩道だったのです。嘘よ、そんなことあるはずが。パットさん、あなたに交番行くようお願いして現場から遠ざけました。そして戻るまでの15分間に移動させたのです。この写真に写っている被害者の体と4冊の本をブライアーロードの東側の歩道へ全て。
でもパットさん一つだけ見落としをしました。花束。先ほどその花束についてケンジ様はこうおっしゃいました。花束は明かりの届かぬ場所にあったため発見されたのは翌朝だった。うん、だからこの花束だけは本来の場所であるブライアーロードの西側の歩道に残されていたのです。どうだ、ああ僕本当にすみません、こんな大事な時にまた寝ちゃうのって、ああもうすやしちゃう。でも僕もう1ヶ月ほど、ちょ、なんかかわいそうじゃん、ちょっと。夢を見ていました。とても悪い夢を。僕があの晩にやったことが全部バレちゃう夢。でもどうやら夢じゃなかったみたいですね。これ労働環境変えてやんないと。ちょっとまあでもやったことは悪いことだからな、現場の偽装。あ、パッド、どうしてどうしてそんなことを。死体を動かすなんて犯罪じゃないの。だから被害者は死んでないんだけど。うん、言えません、本当にすみません。この僕のせいでスコットランドヤードの信頼に泥を塗ってしまって。一つだけ思い当たることがあります。パットさんがあの夜なぜ事件の現場を移動させなければならなかったのか、その理由です。しかしこの驚くべき事実を探り出したのはこの者です。東方帝はその考えを聞く価値はあるものと考えます。はい、証拠品な、オッケー。多分合ってるだろう。人の気持ちは一緒だ。僕には分かる気がする、パットさんの気持ちが。これだろう。確かに僕は日本から来たばかりのよそ者です。だからロンドン警察のおまわりさんのことも今日初めて聞きました。世界で最も誇り高く過酷な職務なのですよね。うん、そんなパットさんにとってあの日は特別だったのです。もちろんこの花束です。うん、その日のためにパットさんは精一杯の贈り物を用意して、二人は記念日の食事に出かけました。そしてその時、そうそう、ガス灯の明かりと薄い霧の中、歩道に倒れる人影を目撃した。その時彼の頭の中に一体何がよぎったでしょうか。そう、記念日を祝いたかったってね。これはパットさんからお借りしている警察証です。そこに収められている巡査の心得にこう書かれています。関東ビートの巡査は事件発見の際初動捜査に参加、刑事を補佐すべし。もう仕事を行かなきゃいけなくなっちゃうっていうな。それこそがパットさん、それを避けたかったんだよね。あなたが現場を移動させた理由なのではないでしょうか。全部お見通しなんですね、捜査の担当ビート。うん、つまりこの事件は本来パットさんの交番のビートが捜査を担当するはずだったのです。では、おまわり巡査、そなたは
あの時、憧れの警察官になって初めて僕は神様を呪いました。ローラ、僕から離れないで、犯人が潜んでいるかもしれない。あの現場へ駆けつけた時、僕は間違いなく警察官でした。とにかくすぐに交番に知らせないと。その時気づいたんです。被害者が倒れている場所、それが何を意味するか。担当ビートの巡査は事件発見の際初動捜査に参加、刑事を補佐すべし。どうして今ここで事件が起こるんだよ。今夜は、今夜だけは。警察官は現場を見張っていなければなりません。だから僕はローラに交番へ行って警察官を連れてくるよう頼むことにしました。そして口を開いたその瞬間、僕は僕自身信じられない言葉を叫んでいたんです。この歩道は隣のビートの担当区域なんだ。ローラ、隣のビートの交番へ行ってくれ。メジャムロードを右に曲がって。なんということだ。ちょ、泣いちゃったじゃん、ちょっと。ごめんなさい。僕どうしてもあの夜ローラと食事に行きたかったんです。あの日だけは、自分のビートで事件が起こってしまえば記念日を祝うことはできなかった。だから機構は現場を丸ごと移動させた。ブライアーロードを渡り、隣の担当ビートである時、東側の歩道に。実はあの時僕は、被害者は死んでいるってすっかり思い込んでいたんです。当たり前ですわ。だってそうでなければ、私のパッドが冷たい歩道に刺された人ほっとくはずないもの。なるほど、そうなのでしょうね。でもやっぱり神様の罰が当たったみたいです。よりによって彼女に送ったあの花束を忘れてしまうなんて。ところでパットさん、あなたが反対側の歩道に運んだ本は何冊でしたか？え、確か4冊ですけど、漱石様が落としたのは3冊、残りの1冊はもちろんガイデブ様のお部屋の3階の窓から落ちてきたと考えられます。でもどうしてこの本だけ被害者の手に持たせたのですか？他の3冊の本はその辺にばらまいてあるのに。え、それはもともとそうだったからです。もともとあの夜僕たちが現場に駆けつけた時、被害者の女の人はその本を手に持っていたんです。だからそのまま移動させました。本を持たせたまま。被害者が手にしていたのはこの獅子王物語だったのですか？はい、間違いありません。そうだったのか。よし、来た。更新されましたね。おまわり夫妻が最初に駆けつけた時、被害者が手にしていた。これは単純な事件だろうってあの時思っちゃったんです。現場には2人しかいなかった。ローラもそれを見ていました。誰がどう考えたって犯人は逃げていたやつに違いないって。だから現場の位置が変わってもきっと些細なことだろうって。僕やっぱりもうおしまいなんですね。なんでしょうかな、バンジークス今日。おお、終わりか。
か許していただけませんか。悪いのはパッドじゃないんです。私がいつも家に帰らないパッドに文句ばかり言って。もういいんだよローラ、帰ろ。まあ確かにな。お、おー優しい。再びてもしかして素直じゃないけど、よかったね。まあ処分は下されると思うけど、首はなくなったのかな。はい、うん、変わらぬ事実もまた存在する。被告人夏目は今もなお犯行が可能な唯一の人物である。うーん、唯一というのは違うのではないでしょうか。本当の現場が分かったことでもう一人、被害者の背中にナイフを刺した可能性のある人物がいるはずです。やっぱり4号だよな。ケンジ様も当にお察しなのでは。その名をあげるがよ。はい、この事件の犯行が可能だったもう一人の人物とはやっぱりこの人だよな。弁護側は改めて新しい証人の尋問をお願いします。すでに一度弁護側の法務助手から提案した通り、この事件の真実を明らかにするためには。そうですね、いやでも本当の事件現場が分かった今。やっぱあのね、窓から落ちたっていうラインはまた復活したわけですからね。そう、投げたナイフが窓から落ちて、それが被害者に刺さったっていう可能性な。はい、あなたは窓の前に追い詰めたご主人にこの本を投げつけた。本は開いた跳ね上げ窓に当たってそのまま下に落ちました。そしてそこはまさに本当の現場だったことが今立証されました。あの時あなたは怒りに我を忘れていたそうですね。そして本以外のものも手当たり次第に投げつけた。もう一度改めて確認させていただきます。被害者に刺さったこのナイフ、本当に見覚えはありませんか。本当に？うん、はあ、お、勘違いをするな、陪審書士よ。貴公たちは特別な存在ではない。このナイフに覚えがあるのならば、その真実を語るがいい。うちにも何本かあるし、もし一本ぐらいなくなっても、そんなのわからないよ。本当かよ。うん、そうだよね。まあその気持ちはわかるよな。うん、そうだよ。いっそ決定的な証拠を見せておくれよ。そのナイフは本当にこの私が投げたものなのか、お願いだからはっきりさせておくれよ。まあ、先っぽが欠けてたんだよな、ナイフ。うん、お、証言台に。おお、ケンジさん。うん、だからそなたは全身全霊で証言をするがよい。はい、望むところです。
僕は弁護士としてこの法廷に立っているんだ。うん。職業は、今は陪審など少々。主婦かメイドか自分でも正解を見失ったみたいだな。これよりそなたに証言を求めます。よろしいですね。事件の起こった予告、ガリデブ家の一室で起こったこと、すべて包み隠さず正直に語るがよい。旦那さん来てんだけど。あんた来てたのかい。あの時あの部屋にはこのわしもいたのだ。わしもお前と一緒に証言をするとしよう。ちょ、なんか二つの夫婦愛を見せられたな、この裁判ではな。そうそう、旦那さんです。事件当夜、自宅という戦地で奥方の集中砲火にさらされていたわけだな。うまいこと言うね。あ、もうある種そういう感じであります。陪審が証言台に立つなど、我が大英帝国の法廷が始まって以来、まさに前代未聞の事態です。しかし同法廷はそなたたちを最後の証人と認め、証言を命じます。事件が起こった時刻、そなたたちの部屋で起こったことを